皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。ニュー s y シンドロームを巻き起こしている女性アイドルグループ NewJeans ーーが東京ドームを熱くしたファンミーティングに、日本の各メディアがスポットライトを当てている。主要スポーツ新聞の指名一面が NewJeans ーーの写真で埋め尽くされるなど、日本のメディアは公演の雰囲気を詳しく報じている。写真、NewJeans 海外アーティスト史上最速の東京ドーム公演に9万1 0人熱狂、現場の写真公開ニュージーンズの所属事務所アドアが29日発表したところによると、日本のサンケイスポーツ、日刊スポーツ、デイリースポーツなどは、26、27日に東京ドームで開催されたニュージーンズのバニーズキャンプ2024東京ドームを28日付紙面で大きく取り上げたという。 各メディアは、ニュージーンズはバニーズ、ニュージーンズのファンと共に新たな伝説を生み続ける、産経スポーツ、華麗なダンス、髪をなびかせてのダンスでファンを魅了し、激しいシャウトをドーム中に響かせた、日韓スポーツ、黄色い大歓声に導かれ、5人は聖地、東京 D へ降臨した、デイリースポーツ、など、会場の熱気を伝えた。 日本の音楽専門メディアナタリーは、ニュージーンズ5人で迎えた初東京ドーム公演で9万1200人のバニーズと対面、というタイトルの記事を通じ、現場の雰囲気を生き生きと伝えた。同メディアは、K-POP アーティストのファンミーティングといえば MC に通訳が入ることが定番だが、バニーズキャンプでは通訳を入れず、 5人は韓国語、英語、日本語を織り交ぜた MC でバニーズを歓迎と紹介した。一方、オリコンニュースは、自作曲と日本のカバー曲で構成された各メンバーのソロステージに注目し、特に、ハニがカバーした松田聖子の青い珊瑚ゴ礁が大反響を呼び、X ・旧ツイッターでは日本のみならず韓国でも青い珊瑚ゴ礁がトレンド入りしたと説明。 さらに、今をときめくアイドルが80年代の王道アイドルソングを爽やかに歌ってキラキラの笑顔を振りまくと、満員の観客はメロメロにとした上で、歌唱後に会場が暗転しても衝撃の余韻でどよめきが続くほど、東京ドームは高揚感に包まれたと報じた。モデルプレスは、ニュージーンズが海外アーティスト史上最短期間、1年11ヶ月で東京ドームのステージに立ったことに言及し、 最後まで手を振り、バニーズを虜りこにし続けた約150分間のステージを締めくくったと伝えた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。